れあれもしかして、ああった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 、嘘マジマジマジ嘘、ズッコンバッコン、ついにこの日本一わかりやすい性教育の初歩先生チャンネル登録者数が10万人を突破しました。チャンネルを開設してから2年半、実は最初はエクササイズ動画を作ったり料理の動画を作ったりしたんですよ。そしたら全然見てもらえないの。編集に3日とか費やして公開した動画の再生回数5回とか、しかもそれ全部自分、もうね心折れまくりでしたよ。それから2年半、ついに登録者数が10万人を超えました。もういつも動画を見てくださる視聴者の皆さんには感謝しかないです。僕いただくコメントは全部目を通してほぼ返信してるんですね。厳しいコメントももちろんあるんですけど、応援や温かいコメントを読むとその日はもう超ハッピーなわけですよ。本当に皆さんありがとうございます。実は8月3日に登録者数が10万人に突破してたんですね。その2週間後に YouTube からアワード送りますよってメールが来ました。そこで指定されたリンクをクリックするととあるサイトに行くんですね。でそこで銀盾に掘るチャンネル名を自分で決められるんですよ。なので日本一わかりやすい性教育の初歩先生っていう名前でもいいし、夜の初歩先生でもいいし、レッツペニペニでもいいし、ズッコンバッコンでもいいわけですよ。マジ？そしたらレッツペニペニにしようかなと思ったら、普段使ってるチャンネル名じゃなきゃダメって規約に書いてありました。まあそれはそうですよね。じゃなかったらヒカキン TV とか誰でも惚れちゃうし、ということでここは正しく日本一わかりやすい性教育の初歩先生と入力して送信。それで待つこと2週間、今朝玄関先にこの箱が置いてありました。わあ本物だ、 YouTube って書いてある。じゃあちょっとこれ開けようと思います。見て、 YouTube からの贈り物ってことがもうバレバレ。こんなん玄関に置かれてたら誰かに盗まれちゃうじゃん。じゃあ早速開封してみたいと思います。にゃん、いきますよ。おお、じゃじゃーん。あれ何もない。ちょっと今皆さんと一緒に、いきますよいきますよいきますよ、じゃじゃーん。あれなんか紙が、YouTube からの手紙です。あ、この下にありますよ。いきますよいきますよ、じゃじゃーん。おー、日本一わかりやすい性教育の初歩先生って書いてある。あ、すごい、本物だ本物だ本物だ。謎の名刺まで入ってる。これ誰？さあ、これなんです。じゃ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 ん、もっと近くに行きますね。じゃじゃん、パパパーン。うわ、日本一わかりやすい性教育の初歩先生ってちゃんと書いてある。ここここ、ズッコンバッコン。はい、ということで、まあ、せっかくなんで近藤さんつけてみましょうか、これに。じゃあ銀盾も性教育に使っちゃいます。しっかりこう切り取ってね、ババン。表裏をちゃんと確認して、かぶせられるかな。おお、もうちょっと、おお。はい、見て見て。まず破けてるんですけど、機能はしません、これちゃんとね、あの破けてるので。でもなんとかギリギリかぶせられました。ひどい、ちょっとローションで銀盾が後で拭いておきます。今回の結論は、銀盾に近藤さんは入らないということでした。改めまして、いつも応援していただきありがとうございます。あ、それと実は結構前からやってたんですけど、僕ツイッターで初歩先生とかレッツペニペニってワードでエゴサをしてるんですよ。それで僕のことや僕の動画をシェアしてくださっている方たちとツイッターで絡んだりもしてます。よければツイートに初歩先生とかレッツペニペニってワードを入れてもらえると、僕がすぐ見つけて絡みに行きます。これからも性の知識を日本一わかりやすくエンタメ性もある性教育チャンネルを続けていきますので、よろしくお願いします。引き続き高評価コメントで応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。レッツペニペニー、初歩先生でした。バイバイ。